い、じゃあ本日5月の第4日曜日の、VS、いつもの大会を始めたいと思います。参加者8人、JPA のモモ、つぐのすけ、ルーフ、ガオ、ライ、イナバ、ウェイの8人です。最初の1回戦目、1P が JPN、2P モモ、A グル対 N グルの図式、先鋒戦が A キング対 N より。さあまずは先鋒戦、おっ、イオリの残酷ではあのキングのハイキックシャワーネット当たるのかい。剣のナタより打点低いのかな。さあと言ってる間にピュッている、死なない。さあ中 B 重ね、さあ相変わらず先方のキャラとしてはめちゃめちゃ強いですね、 N よりは。さあ中堅に出てくるはエーグルのペガ、めくりは立ち台パンチを落とす、立ち台系、立ち台系ピヨっている、これはこれは死んだね。あれイオリの小ジャンプでダブルリンをあのすかせるって相当難しいはずなんですけど、タイミングバッチリでしたね。さあ桃よりが大爆発している、発動投げて、これは安い。さあガードしている、おとなしくガード。さあ受け身狩り、さあディレイバーの戻してる、さあこのよりガンが走ってくる。中ピ、さあこれはデビット相当苦しい。さあなんとかリバラ当ててイオリを倒す。ロレントが中堅、中ピバカスライディング、さあ空爆、さあブッシュ刻んで、さあレシオサルから一応6割は消し飛んでる。電気をガラスして準備、さあ電気ガードさせて、ローリングガードしてスライディング、さあ K 投げ、つぐのすけとルーフじゃんけんしてスタンバっておきましょう、次試合なんで。さあさあ残り体力1割切ってるが、いけるか、ブランカオリコ止まった、軽投げ電気を出して、さあ小足が効いている、さあリブランカ当たっている、あ、この当たり方はこれ仮装者死ぬ、これは最悪逆三立てブランカさえればもう今日レショウブランカでいいんじゃないかななんで負けたかわかんねえてかイオリで 2.5 人ぐらい倒してるから、これはもういっただろうと思った矢先にあれだからね、サガットがやっぱ経験値が足りないわ
サガットはやっぱね、やってる人とやってない人でだいぶ強さ違っちゃうね。もっと中足キャノンとかぶっ放して当たれば勝ちみたいな終わり方でよかったかもしれない、うん、あのまま壊し壊しで守り固めていくのかなと思いきや、ショーナップしたところにちょうどステップ電気が刺さってっていう、 あれがちょっとおう、なんかオリコン食らってもいいで最初から突っ込んでてもよかったかも。さあ、まあちょっと忘れまして今の試合は気を取り直しまして、さあなぜかここまで京介が大暴れしている。おおおお、さあさあ、やダメージは低いけどあんなの入るんですね、コパンから。さあ、あのね、京介の球はちょっと特殊なんで慣れてないと対処がよく分かんないかもしれないですね。あんまり京介の使い手がいないんで。さあ発動して確定したっぽいが、さあめくり気味のやつもくぐって中パンで落としてくる。お、京介がめっちゃ活躍してるね。ジャンプジャックパン、あれ相打ちになってもね残りが来るんで。どっか行っちゃった悲しいなあれ、悲しいな。アーナルだったら置き攻めでリバーサルでできねえじゃんって全キャンで ねそうだね。さあ珍しいイオリのイオリの空爆が珍しいけど入んなかったですね。さあなんか暗い判定が変なのでヒット確認で青いバナがやりづらい。裏に行ってるけど、まあこのゲーム裏に行ってもねコマンド入力ちゃんとしてると出やすいんじゃ出やすいんで。さあ稲葉とウェイ次試合スタンバっててください。さあ絶望絶望、あ最後に一花咲かせてもう大パン一暴れで終わりそう。おでもめちゃ減る。おお勝ったのはのすけさん。じゃあ、稲葉ウェイどうぞ。1P がいいな、 2P がいい。さあ、稲葉ウェイ。ピーグル東堂はかなりピーグル最終兵器みたいな感じだけど、うん、まあ、テリーもね学力があるんで怖さはあるでしょう。東堂のね重ねてってブロッキング1個出すだけで3個全部出ちゃうからそうだね、それはあるね。ケーグルよりかまだ P の方が東堂戦はいけるんじゃないかっていう。確かにケーグルはもっときついよ。東堂K は全部取自分で取らないと。そうだよね、取らないと最後ガードになっちゃうんでね。お、ぶっ放して
さあなんか重ね気味の強パン、あのレベル2バスタルフはかなり勇気いりますね、うん、あれ小技をねちゃんと持続重ねてればね、あれ安定っていうガード間に合っちゃう、レベル2でも、まあそうかも、発生が遅いですからね、そう発生遅いですよ、レベル3はどうなんですか、レベル3も遅い、あ遅いけど時間停止が長いからまだ当たるかな、なるほど、レベル2は攻撃出してもガード間に合うっていうぐらい、さあ空中低空で、ああさあああいうのがね、そうああなっちゃうんですよ、重ねて出しても、しかもあれ全部取った分ゲージも増えるんでしょ、あのゲージめっちゃ増えますよ、でしょ、だから東道側は正直出す価値あんまり なくなっちゃうんですよ ね、 あれね、なんか手癖で出す中足重ね当てとかは、うん、逆にかもかもしれないですね、うん、よし取ったろみたいな、ゲージ貯めるためにみたいな、そうそうそう、おお終わり際うまいか、最後の一発を重ねるのがうまかった、おおそうそう、ピーグルはあれ取られたらおしまいなんですよね、おおタイミングがずれる、あ多分今ズーズーしか歩いて体育寿司が狙おうとしたんじゃないかあそれポータですねああまあでもありですねウェイさんは自分のゲージチャ、の再チャージ速度を信じましたね、なるほどすぐ溜まりますからね、おっ取れ取れない、あ取れない、減るおおどっちか分かんねえそれ取ろうとして取れなかったさあキャビン対ギース、これはいい勝負ですかね、さすがに P キャミー C 対 P だと、まあギースも1回触ればキャミーは一瞬でピュー出せられる、ね、まあそれはそうですね、ロレントみたいなもんですか、 K ギースキャミーはかなりキャミーが嫌だって聞きますけど、おおかっこいい前後に、さあもう1回見れるのか、おっとちょっと警戒したか、俺は C ギースでもなんか微有利な気がするんですけど、ね、なるほど、ギース側がギース側 5.5 ぐらいで言うような気がします、あ今壊し壊し、けなげ、あー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 今ヒットインしてなかったおお、あこれはどうなんだこれ、けなげ、あー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 絶妙な状況、絶妙な感じでしたね今、すげえ反撃今のね、稲葉さんの大パンチは下手すとねレイジングとかやってた可能性ありますね、反撃できるかできないかがすげえ微妙な感じだったんです今、間違えた、オーケー、いいよ、はい、じゃあ次は上行こっか、ギュンターさんとつぐのすけさんやってもらおう、いやなんか急にガチ感がめちゃ増しましたけど大丈夫ですか、温度感が1個前の試合と全然違うんですけど、さあただ今日のライさんはアロハシャツなので強さがどうか、さああれはあまり見せすぎると、お確定っぽい、さあこっからこっからがお互い、おおおあライさんの得意技超低空空中投げ、おおお今なんか台足、おお先っぽに、さあ逃がさない、さあギースもうちょっと怒る、あ怖い
今反射的に出した、ああ珍しい、ガオ先生がああいうの逃すのは怖い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 おお今なんかあの水鳥しかもまだゼロじゃなかったっていう ああ間違えた、失礼失礼、あごめんなさい、ちょっと見栄を離したうちにナコルルが全くゲージがないってことは一発も食らなかったってことですね。さあこれも張り付かれるとかなり面倒くさい組み合わせのはず。さあ画面端っくると響きは逃げる方法があまりない、あそう先っぽが、おおあちゃんと走りながら最適な反撃をしてますね。さあ、あっと先っぽが当たった、一気に逆転、おうまい、うますぎる、いやーいい勝負、あーいやこのねちょっと残ったナコルル残業するときがあるんで、かなりあと2発程度とはいえ侮れないですよ。そうナコルルはね上で用に対してあまり張り合える技がないので、さあでもナコルルもこのまま負けるとサガットに怒りゲージを供給しただけになっちゃうんで難しいところ。おー大足に小ジャンプが噛み合って、これ状況的にはライさんが怒りゲージいっぱい補充して美味しい感じですね。うわー来た、大パンから超高え、つか減りすぎ。さあこれはもう攻撃が最大の防御みたいな感じで、攻める時間を作らせないために攻めるみたいな。さあ小ジャンプ中足も、小ジャンプ中足もガードして怒りゲージもないのでかなりロック厳しい。おおいやーあのハードエッジで決まりましたね。確かに。じゃあ次上やってるんでライさんとウェイさん次お願いします。フルルルってやつ、イオリとどっちが長いの。え、イオリとどっちが長い。イオリが長い、モリガン、あ、イオリじゃないんだ、ジャッキャラだね。チャンも長いんだ、チャンも、あ、じゃあこういうやつか。まあ、イオリはジャッキャラということで。そうさあ 1P が継ぐのすけ、 2P が軍太。さあちょっ、おーおー慎重な立ち回り。さあ電気の出がかりを投げる中盤。さあ読んでる、あもうちゃんと使ってよくわかんないキャラ殺しておいた方がいいと。なんか京介の
ガーキャンって、あの遅いってソバットだったらなんか姿勢の低さでくぐられちゃいそうな気がする。ああ当たり判定がね、あれザコの経験は当たんないですかね、もともと。ナコルルの戦略の起点って、あの発生が遅い割に球も遅い、球を出してから追いかけて、追いかけて相手を動かすことなんですよね、うん、で、近距離戦は殴ると。おうおうおう、あ、ツーピン裏回りが変なところで働いてる。おっと、わからない。さあ、早く起き上がって、おお。そう、アテナのシャガダイパンチは近すぎるとね、判定がね、あんまり強く感じないですよね。あ、そうなんですね。出かかりがね、クランセだけが前に伸びちゃう瞬間があるから。出れば、できれば先っぽは超強い。先っぽは超強いけど、根元部分であれ出しちゃうと弱いっていうのがね。じゃあ、近距離で暴れるにはそんなに適さない技なんですね。あの、打点の高い技をね、あの重ねてくるやつだったら姿勢に草で回避っていう、はい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 、さっきあの矢根さんとの試合であったんだけど、なるほど、いよいよコパン側と当たらない。あれ、あれね、変な当たり方でしたね。あれ姿勢が低いから当たらないっていう。なるほど。逆に壊し重ねてくるやつには全然役に立たない。なるほど。じゃあ開幕いきなり歩いてくる強い。ああ、ゴリラのこの体力で食らうのちょいで。おーおお、多分今1500ぐらいは損しましたね。あれ綺麗に完走したらモリガン体力8割ぐらい消しております。します。レシオ違うのにね。レシオリアのに8割消しますか。さあモリガンのランは密着では強いですけど、前に進む速度は速くないんで、画面端々を追いかけるにはかなり厳しいんですよね。そうそう。モリガンは基本的に空対地位が強いですけどね。うん、あの空対空とかね、地対空がそんなに強いキャラじゃないっていうのが。うんうんうん、何点かな。空対空はジャンプ大パン早出しとかになるんですよね。地上にいる相手に中段と下段を仕掛けるっていうのが、ね、うん、モリガンの戦闘スタイルなんですけど、そうですね、常に空中に飛び回るようなキャラには、ね、モリガンはあんまり頑張れないからって気がする、うん、さあここまでベガが大幅リード。あー、これは厳しい。おっと、これは倒した、倒したけど時間が少ないから回復も少ないですね。これはでもね、さっきね、こっから負けた人がいるんで、みんな諦めちゃいけないよ。あー、なんて心細いんだ。ハイキックブンブン。ああ、そっか、発動だけでも死ぬんだね。なるほど、はい、じゃあライウェイ、ライサとウェイサー下行く。そしたらそうね、じゃあ俺とルーフ。まあ、これこれやったら、こっちやっちゃう。さあ、1P がライ、2P がウェイ。This battle is about to explode. さあ、先方がケイマイ対ピーギース。いやー、これはギース側はかなりちょっと辛いじゃないですか。これヒースだと下手く前有利なんじゃねえか。いや有利じゃないですか、ゲージもないし先方だと。俺はライトいつもやってて、あの K ギース K 前で5分だと思う。いや、うん、僕もそう思いますね。 P ギースだと多分不利な気がする。あの火力差があっても K 対 K だと5分ぐらいに見えますよ。あー、不用意な雷光回し蹴りは。あのギース戦のね、あの足し台パンチマジ強いわ。うん、気分だとタッチューキックが超効くんですよ。あ、でもなんだかんだキムの中継はね、まだあれよりね、もうちょっと短いから、うんうん、差し返そうっていう意識があれば差し返せるんですけど、うん、あれね、差し返しも完璧な場合じゃないと、ね、差し返せないです。そうなんですね。あれさあ、くぐって、あー、変なの出た。さあ、ガード間に合った。今直前までしゃがんでたんでね、出したんですけど、それプラス、あとウェイさんだったらあそこでムーミンブロッキングするだろうという確信で打ったんじゃないか。なるほどなるほど。
さあこの状況でピーグルはガードゲージの減りがかなりプレッシャーがあるんで、おお。さあしかし結構被弾しましたねキャミーは。マイもね体力なかったんで攻撃力が上がってましたね。確かに。さあ中堅は響き。おおちょうど。さっき俺との試合で不用意なスパイラルやめないとって言ったそうからまた打ってもう我慢できない。やばい。打ちたいスパイラルが打つ。不要不急のスパイラルが。不要不急のスパイラルが。さあこれはちょっとまあ響きはそんなにピーグル得意ではないので、そうね確かに C 様よりかの P 様の方がなんか響きにはいけそうな気はしてる、うん、全然いけんじゃないですか。対空難しいと思いますよ。あは響きはねあのただ上技の対空みたいなのがないんでね。そう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 。これはあーあったあそこ出ないのか。あ、またチャンス来たのに。いやいやライさんがめっちゃ落ち着いてる。ああ変な。おお出た。やっと出た。小ジャンプは通んない。小ジャンプは通んない。あきつい。あやっと響き倒した。おおおお あるかあるか。ピオリオピオリオ経由すればピオったらレベル3止まるぞこれ。ああ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 あ今のピヨってたらあれをね下風呂アパカとかにしてほしかったですね。なんだかんだ今接戦だったよ。もう一手呼びがあったらピヨって超無限したまったかもしんない。はいじゃあ、1P モモ 2P ルーフで俺と稲葉、はい、最初はグージャッケーポイじゃあ 2P。 This battle is about to explode. さあ、1P も先方 N より 2P ルーフ先方 A 桜。あとえあああああぐたぐた。割れそうだけど、おー垂直ジャンプ落とす。なぜかヒットルームにできてなかった。当たると思ってなかった。そうね、確かに裏に着手するのかなって思ったのかもしれない。さあ、N サガ対エサクラ。今のも多分アパカー出そうとして下手を出ちゃった説が。あ、違うの狙って。ジャンプコパン。ジャンプダイバーシューシューショット。さあキャノンまで打って、あー今日は顔面踏まれる日だ。
守備。さあ中足キャノン、さあこれで大将残ってるのは A より、 N ぐらい手には A よりのね鬼連はなかなか通じないぞ。ガーキャン前提もありますからね。さあ太鼓リコ、これは一番安定コースですね。さあ八乙女、さあちょうど削る。さあこれで対象戦列車にエヌロレント、やめばね見てから天気圧パターで抜けてくる。さあ当然イオリのゲージが溜まる前にロレントは殺しに行く。あー今の絶対に出ないか。さっきまで出てたのにって。あっとっとっと走りすぎてゲージが溜まっちゃった。さあスライディング、これもう知識圏内だよ。ロレントはせめてゲージが欲しい。これはあれ、あれ通常投げだとってダウン投げできないんだよね。できないっぽいね。なんだかわかんないけど、稲葉ガオ。じゃあ次は上行こうかね。そうだね。ジャパン。ギュンターさんと、あー、いや、いいよ、これやろう。次、ギュンターさん対ライさん。さあ、ここまではガオ先生の色が違うのをいいことに、いいことに東堂がガオ先生で割とジャッケンは弱いイメージ。じゃあじゃんけんには勝ってるか、じゃんけんには勝ってるけど 2P が 1P の方が近いんだな。 2P ってか 2P カラーが。さあこれはかなり、おっと開幕の、あーうまい、あーでもしかもすげえ今の若手トフで今の、あー長い長い。おお、2回目挑発でしたね。さあテリーは横幅が思いのほか広いので、そうちょっと遠くでもレナムツレがちゃんと当たるんですよ。そうですね、しかもシーグルは起き上がりもないので結構レナムツレ、そうさあ密着で台足を出す男。さあ師匠対弟子で、次はお父さん、次はお父さん、ああ、いやこれは怒り技術的に最悪。あっ、おっと父さん、ああまあまあ
師匠のね今意地は見せましたね。さあ青黒いギース、青黒いギース来ました。あ、あれ今さあ稲葉さんはジャストしたと暴れる。さあ反撃ちゃんと分かってる、さすが自分のキャラ。さあただお互い、ああいや今ダイヤシも危ないよ。あそれはそれはダメだ、早いんだよ。あそうあれね、早めにガンキャンするとそうなっちゃうんですよ。負けたなちょっと早く切り返したくなっちゃったんですねいや今のはガオ先生負けてましたね。ギースのねガーキャンってね発生がめちゃくちゃ早いですよね。だからギースはあれでちょっとね意識しなきゃいけないところなんだけどね、あれ助かりましたあれでももうちょっと我慢したら、もうちょっと我慢すればちゃんとかったでしょ。あのね発生の早いガーキャンなキャラの方気をつけなきゃいけないやつなんですよ。じゃあ次、僕とウェイさん、最初はグー、じゃんけんぽい、はいこいしょ、はいこいしょ、どうだ。さあ、1P がグンター、 2P がライ。いやこれは画廊伝説と龍子の剣のヒロイン対決ですね。なんならどっかのシリーズで確かこれチーム務めてました、ね、あ剣風94、あれ94はチームだったかな。これこの2キャラと確かユリじゃない。そうだよね、そうだよね。なんかそんなの見たことあるなと思って。まあね、あー怒らせたかった、怒らせたかったですね。まあなかなかね相手の体力あのゲージ見てないとね挑発っていう発想が出ないですからね、うん、そうですね。さあでも当たって、でこの間に怒りゲージも、ああこれはライトしたライさんめちゃくちゃ美味しい、うわうますぎるなんだこれ、飛び見てから走ってくるんですかね、飛び見てからくぐりましたよライさんのケツキック反応速度が尋常じゃない。いやいやおかしい。さあ全キャンが出ない。さあダメに、まだ前にとどめが刺さらない。さあ怒らせて、あなんか前の技はいちいちエロいですね。さあスパコンにあの怖がって飛んだところをベチッとお尻を押されたですね。さあさっきまあギュンターさんブランカさえいればいいって言ってましたからね。言ってましたね。おうますぎるうますぎるでしょあれうますぎる、弾じゃないですからね、龍炎武でしたからね。あー使いこなしている。ギュンターさんあれを見たくてわざと食らっているという話もさあただまあ A ブランカが体力7割残っていれば夢はあります。まあ A ブランカにとってきついキャラが続きますね。まあそうですねきついキャラのきついプレイヤーがさあ投げている。さあ空爆も恐れない、ガードしている。さあこれは安い。今みたいな時でガチャガチャしない方がいいんじゃないですか。そうね、まあ折り込むなくなるって分かってればガチャガチャしてもいいと思うけど、まだ一般だったらねガチャガチャしない。そうですよね、時間稼いだ方が。さあローリングダスト反撃食らってしまうので打てない。やっぱりあの伸ばした手の先に当たる感じの
伸ばした手の先に当たる感じのローリングだったら、うん、トーマー届かないですか。あ、届かない。なるほどね。さあ勝ったのはライ。じゃあ、1P も、もう 2P がウェイで俺と継之助がやればいいのか。次This is gonna be a match to remember. Fight! さあ、いいですね。差し返す。N より対 P ギース。さあ、下風呂から、バンダイパンジャイケン。深いマグロを反撃させて、さあタッシュピアオハナ打ってくる。そうですね、ピーグルのガードゲージは残り3割ぐらいになったらもうダイパーオニアギで割れちゃいますね、あれね。そこをうまく利用してオニアギまで。さあ闇笑い中堅出てくるはピーキャミ大ケ投げ抜け、エンダイピースパイラル、やめまない全キャン乗せたかな。さ あ, あ歩いてな投げられた なぜか決め打って。ヒット確信で待ったのか。さあ中 P さあ大将列車にピースアウト。アパが打っていく。さあ N サガ対 P サガ。N サガはゲージ2本溜まるぞ。だけさあ振り向き昇竜。さあ下で置いてる。さああれは安い当たり方か。お決め打った。さあ追い上げてきたぞ。ちょっとずつ追い上げてきてる。ウェイのブロセータももう一回ゲージ溜まりそうだ。さあロレントはあの空中での相打ちは結構痛えぞ。サガスジャンプ大パンチ来てますから。あー今のテイク入るか微妙だったな。あー決め打った。まあ小ジャンプグルーブのロレントの特権ですよこれは。愛のあるとさ、エヌロレント超強いみたいになるんだけどさ、マジ何にもできないで死ぬ時も多くてさ、難しいんだよねマジで。あれをやっぱね見てからちゃんとガードできる人としてないとね、ロレントのね苦労がだいぶ違うと思う。まあそれはそうだ。これハマるとエヌロレントって超強く感じるんだよな。はい、こっから連戦。ガオツグさんで勝った方が僕とやります。お願いします。お、アテナを大将に。ガオ
さんの場合こういうよくわかんない京介とかの対策もしてそうなのが怖いですね。いや多分ガオさんは京介わかってるわかってる、なんかそうよくわかんないキャラも詳しいですからね。さあ京介は台足にキャンセルがかかんないのでジャスト取られるとさあすでに危ない、日和地やばい、あ大丈夫、あ痛い、あぶねー、あぶねー、珍しいですね。お、いやー火力が違いすぎるあまりにもその距離で離すさあ画面端は結構京介のターンになるぞ。確かにこれは動きにくそうだ。あーナイス、あ怒らせたい、あーゲージが、いやゲージがいやさっきレッドリーバラしたばっかなのに体力4割減って 1.8 回起こってるんでしょ。さあランが通って、さあうまい、ここまではかなりうまい。でも1回なんか入ったらモリガン死んじゃうよ。さあこのギースガードをしないめちゃいる、あぶね、あぶね、さすがにゲージがなかった。おお今立ち台板やばい減りしましたね元が1500ですからね怒っててしかも根性値乗っかってたから2000以上減りますからね。そうですよね。あっこれはでかいぞ。ちなみにこの組み合わせはガオ先生めちゃめちゃ苦手らしいです。へあのナコルルで一番苦手なキャラはランモリガンって言ってましたね。まあ確かにランを止めるいい技がねあんまりないんですよね。密着するのは得意だけどされるのは得意じゃないって確かにでもここまで、あーっと捕まり中パン待ち構えていた。さあ相打ちでもいいからとにかくな、さあちゃんとアンヌ娘を出してくる。アテナもピオリーチ60なんでね。あ、なるほど。今のワンコンボだけでも結構ピオリリーチなんですよ、ね、なるほど。もうリーチパータスね。じゃあ危なかった。さあ開幕、さあレベル1アップ、どっか行っちゃった、追加が出なかった。さあ裏目あって体力リードアテナ、あーっ、あー多分ビットミスですね今の。あっあった、おお先っぽでも割と拾うんですねちゃんと。あ、いい勝負になっている。また怒っている。画面端キープしたいか、どうだ、あーあーあぶねー、あーあーなんかさっきも見た、あしかも最後つながってない、諦めちゃダメだよ諦めということでガオモモですね。で、1P モモ、2P ガオ。さあ今日はモモさんの先方 NE よりがめちゃめちゃ活躍してますけど、まあ先方キャラといえばね NE よりも相当強いですけど、ケイギース先方もだいぶ強い。さあ前転が通って青い花、大K、相打ちいて、相打ちいてあの大攻撃3発で半分減ってたんだけど、さあ仕返す、あのしゃがみ台パンはね雷光を止めるのにはすごくいい技なんですけど、さすがに目の前で空振っちゃうと。さあ中継 N サガット開幕したキャノン飛び越えてジャクジャク、さああと一発で起こるのでガオさんは冷静、大K アパカジャストしているが、ジャクアパカから強アパカ、さあキャノンでジャストされたのをフォロー、
あぶれあぶれ、これはガードしている。着地にコパコパ、さあ中継戦、タカがヒット、段階左、上で4に台足を合わせる、上は見ている、小足が3発から下キャノン、さあ小ジャンプヒット、ここは一旦距離を取る、下だよ、あんぬぶつべ、さあスカシゲダン、ハムイぶつべ2連続からの中段、空小ジャンプでね、下段を誘ってのカムイ結びはうまかったですね。これロレント上取られるときつい組み合わせですよね。コパコパテイクの、これはいった、ファイネスト、さあこれで分かんなくなったぞ、お互い体力満タン、ただしロレントがゲージがない、あと大ハード漏れてしまうが一発で怒る、段階狩り、さあガードゲージ光って暴れたところに中足デッドリー、ジャック大ハードエッジでピオリチまで稼ぐ、あーやっぱり継続していた、勝ったのはガオ、毎試合デッドリーが決まってますね。そしたらグンターとガオかな、いやー頑張ったんだけどな、これ勝った方がウィナーズのライさんとグランドファイナルですね。やっぱ N グルガーキャン使いたくないんだよな、高いからC と比べて、そうですよね、でもね一分が長いですね、そうでもそれで死んじゃうんだよな、いや反省点あるな、くそ、あのデッドリーからね、あのロックのデッドリー出し切りにしなかった時点で、あもうピオリチ稼ぎに来てるなっていうのが見えてたんで、なるほどあそこ逃げれたら前スカウター出せたら違ったかもしれないですね。いやでも多分ねそれ待ってたと思うな、こんな瞬間大 K とか打ってそう、やっぱガーキャン使うべきだったかな、うん、それもありだと思います。あ名前書いてない、さあ台足で段階狩り、しゃがみ大パン、これでもうトップ3はこの3人なわけですね。さあ差し返しを狙ってギリギリの前で待つ、さあ裏側に落ちていく、あーこれやばい、やってまった、ちゃんとミラージュキックの弱中強を見分けてましたね今、うん、あぶねあぶね、大足を連発するが止まらない、さあ突っ込んでくる、さあ1画面分走るキース、さあ落ちている、怖い怖い怖い、さあ怒ってなくてもまだ走ってくる、見えねえ、いや今のは見えない、あれ見えないですね、今めくりの表落ちになってましたね、ですね、スプーケンジャストしている、あめじろしい、スカシゲだ、あいいスカシゲだ、ミスっても大パン、お電気タイプ、さあまだブランカがいればなんとかなるですね、さあでもゲージがないので、
さあ逃げていく。まあゲージ溜まるまでは。おっと早速空爆軽投げ。おっあれ軽投げしちゃうとね段階左できないんですよね。ああ、なるほど。さあここからブランカ頑張れるか。いや逆に今のは段階左取ってよかった。おーおーおー、あーちょっと。さあ珍しくガオ先生が反撃を。いやローリングにね高スパコンで反撃するのはだいぶ難しいですよ。あ、分かってないと。そうですよね、コマンドが複雑ですからね。そうなんですよ。さあジャストマッチモードに入ったか。そうですね、もうエーグルもゲージ溜まってるでということで。これは削れ、ああ勝ってしまった。力強い。勝ったのはガオ先生ということで、ギュンターさんは3位。1回戦で当たったガオライが再び決勝で。そうですね、まあまあこうなりますよねさガオガオライです。すごいね、1回戦で当たった同士がウィナーズとルーザーズのやつらを確かになぎ倒して最後にまた当たるっていう。確かに確かに漫画にありそうな展開。さあライさんが2ライフですね。あ、ガイドがなっちゃった新キャラ合体しちゃったら強いな。それは強いわ。この2人合体したらやばいねこの2人で今後ともよろしくって言ってくると思うLive and let die.しゃあなんかすかし大パンすかしゲダンスです。あーよくジャストした今、ね、あの当たり方ね表よりは分かりづらいんですよ。そうなんですよ、あれ怒ってる時にギースのあれ引っかかるとレッドに食らいやすくて非常に危険です。さあこの組み合わせは火力差があってもなかなか捕まえるのが本当に大変。お互いあと一発、先に起こったのはギース。うますぎる。上に投げていく。走ってきたの投げた。全然減らない。減る、こっちは減る。さあ手数で。さあライさん。あーっと、さすがに死ぬ。いやよくさばいた。いやそうですね。怒ってるギースの飛びを見てから走るってやばいですよ、精神力が。うん、地上が怖いですからね、まず。さあ、いなしている。あ、届いた。まあ、今、小ジャンプが通っても、よっぽどドンピシャじゃないと、必殺技が入りにくいですよね。そうですね。お、着手できた。あの、流煙部の、大流煙部の初段が当たるところじゃないとダメ。あー、あっちじゃないですか。なんだっけ。あ、必殺白い橋、あれもいけるけど難しいですよね。発生がそんな早くないんで、発生が遅いんで。さあ弱攻撃からつながるけど。そうですよね。おっと、おー、ナイスガード。あー出た、ガオムツベ出た、ガオムツベ。あー、こういうとこから流れを持ってくる。そうですね、しかし依然ライさんがリードクルリンパクルリンパしましたね。お、落ちるんだ。さあまとわりつく。さあこれでうわー、打っていった。まあ日和ると負けるんで、ガオ先生相手にはね心強く持つのが大事ですね。この組み合わせどうなんですか。ヒリギもやりやすくはないですよね。いや、あの遠間に拡散あるんで。そうですよね、怒っちゃったら。そうですよね、五分ぐらい、なんとも言えないですけど。お互いケーグルだとロック有利じゃないかな。ロック有利、あ、ありえますね。反撃しにくいですからね、うん、まあでも怒らせて
6割、まあ、回復して7割だとしても、さあお互いゲージゼロスタートなんで、さすがに下がって有利じゃないかな、これは。そうですね、これはさすがに下がって有利。ロックの小ジャンプは落としにくいんですよ。あの台形めちゃくちゃ判定強いですからね。そう、先っぽでね、あっこれは取ってピオリが目前、やばいぞ、あー投げしく、まさかの大パーンの投げに行ったんでしょうけど結果オーライでピヨって勝ったのはライはい、やっぱライさんの無敗優勝ですね。ライさんのアロハシャツ効果が